まあ、覚悟して聞いて。あの時は本当に調子が悪かった。ほら、言ってることとやってることが全然違うじゃんっていう。松島家に来る時は本当にスウェット上下、めっちゃ人選んでる。オリンピアンみたいなね。あら、私のせいだ。いや自分の中で収めておきたいことがあるけど、またピーになっちゃうんで。あれ、何言ってるの。やんちゃすぎでしょ。セントフォース公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ショータレイコです。で、今日は何しましょう。今日はショータさんにゆかりのあるというか、はい、現場で、はい、お会いしている、はい、まあ、うちのマネージャーのホリー、はい、いますね。ほぼ毎日顔合わせてますね。ホリー君と、はい、なんと、はい、ゲストで、はい、マスシマネチャンネル、そうですよ、でもお世話になっている。そうだって、なんでこうセントフォースで会うんだろうっていう。だってね、あ、まあ、いいや、いいです。はい、はい、で2人にですね、はい、まあ、普段ここ向き合っていて、うん、いいとこ悪いとこっていうか、おお、それぞれ感じることがあるのかななんて、おお、それをちょっとこうせっかくなんで、はい、やっていただければなと思って。おお、これでもめっちゃ怖いっすよね。怖いっす、言いたいけど怖いっすよね。え、言っちゃうよ、言っちゃうよ。言ってもらった方がいいですか。言ってもらった方がいい。ずっとポジティブです。ごめん、2、3日引きずるかも。悪いことだと。それを、はい、まあ、じゃあまず堀くんの方から、うん、あ、私から、うんうん、もし、はい、悪いことあれば言ってもらった方がいい。言ってもらった方がありがたい。でもちょっと怖い、はい、怖くない、大丈夫、大丈夫ですか。覚悟して聞いて。わかりました。いや、堀くんはまあね、アスリート畑、もともとね柔道もやってたので、はい、まあ、割と気が合うというか、はいはい、合わせてくれてんだよね、きっとね。いや、もう本当にナチュラルなと思います。で、まあ、でも普段どうだね、思うことですか。なんだろうな、堀くんは結構自分できますからキャラなんですよ。そうなんですか。そうですよ。それでちょっと仕事とは別なんですけど、一回ゴルフに行ったんですよ、はいはい、堀くんとね、はいはい、プライベートでも、はい、それこそ夫と堀くんと3人でね、はい、ゴルフに行ったりとか、はい、子供のね、うちの子供たちの面倒を見てもらったりとか、はい、すごくご不動のお世話になってるんですけど、一回ねゴルフに行ったんですよ。そしたらもうなんか自分まあ、100切って、まあ、80代とか90代で回りますよみたいな感じでめっちゃ豪語して、で、なんか私の振りとかを見ると、なんか塩田さん結構なんかいい感じで振りしますねみたいな、すごい振から来るんですよ。で、あ、そうなの、堀くんって上手いんだねって思いながらやったら、なんか同スコアかむしろ負けたぐらいだったんだよね。確か同点だ、同点ぐらいだったんだよね、はい、同点って本当ちょうどスコアでしょ。なんか結構本当にね、これも本当に今日久々だったんだよみたいな感じで、なんかだけど言ってることとやってることが全然違うじゃんっていうのがありました。あの時は本当に調子が悪かった。ほら、急に言い訳モードに。そうだ、こういうとこあるから本当に。で、ゴルフって最初のこう石のホール崩れちゃうと、そこからエンジョイしようと思っちゃうんです。スコア関係なく楽しむホールしようって切り替えちゃって、スコアに直結しなかったんですけど、そう、はい、なんかこうやって言い訳をすごい前向きに言うっていう。すごいポジティブなのに、そうなんか言い訳してます。すごいポジティブ。最終ホールでめっちゃいいドライバーをね、はい、打ったんだよね、堀くんが。打ちました、打ちました。で、はい、今日一じゃん最後にって言ったら、はい、大体普段はこれがスタンダード。言いましたね、それ。もう最終ホールでした。しかもそれは本当に真面目な顔して言うの。すごいポジティブでしたね。もう本当に今日は調子が、本当に久しぶりで調子が悪かったでっていう、自分のね、下手さを認めなかったっていう。でもうまいんだよね。実はうまいです。実はちょっとあの時はやっぱりお二人もいらっしゃいましたし、うんうん、やっぱり久しぶりのゴルフで緊張もしてましたし、うん、まあ、ただ単にこうスコアには直結しなかったので、うん、多分緊張感をプレッシャーに負けたって感じ。私のプレッシャー、プレッシャーです。翔太さんプレッシャー、翔太さんプレッシャー今まだまだよね。だいぶ体上がればあるほど、やっぱりこうプレッシャーなくさないとなっていう。そうそうだね、はい、っていう感じです、堀くんの話は。はい、はい、ヤスピンは、ヤスピンに言いたいこと、はい、いや、そもそも、はいはい、
あ、はい、しかもいつも同じ格好してる同じキャップに同じパーカーに同じスーツに、そう、本当に。だから今日セントフォースで会ったらめっちゃスーツで、うわ、もうめっちゃ人選んでるっていう、違う違う、本当にっていうのがまずあって、でもう一つはヤスピーってマッシマゲチャンネルで、あの名物プロデューサーを、まあ、目指してるんですよね。そうですね、みんなに愛されキャラなの、はい、ヤスピーって。だけどそれの動画すぎて本当にタレント泣かせっていうのがあって、なんか企画によっては、はい、なんかマッシマゲチャンネルで10メートルの高さから飛び込み企画があったんだよね、はい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 、でも私本当に 2.5 メートルとかでもう全然飛べなくて、はい、もう全然ダメで、で、うちの夫がね、はい、増島さんがね、すごい頑張って飛んでくれたの、はいはい、でも本当は高所恐怖症だし、はい、絶叫もダメで、むしろ私なんか得意なのに、はい、本当にその飛び込みは怖かったんだよね、なんか、はい、あの水の中に潜るのも怖かったし、だけどもうそれじゃ企画倒れになっちゃうからって、はい、もう旦那がすごい頑張って7メートルとか飛んで、もうよかったってなったら、ヤスピーが10メートルの高さからノーアップでひょいってなるそれで、ね、完全にもうでしょ、はい、そういうとこあるからそう、ね、そう、ちょっと出しゃばりやね、そうそう、本当に本当にちょっと面白かったのが、編集をしてるとカメラ真島さんに持ってもらってたじゃないですか、うん、ボソッと俺の頑張りを入ってて、ほんとごめんなさい、そういうとこあるから、あ、まあ、ちょっとそれ、まあ、でもね、ほんとにマシマキチャンネル盛り上げてくださってる、ちょっと召し上がっちゃうところはありますね、はい、まあでも陰でいつも支えてくれる堀くんと、はい、感謝はしてます、めちゃめちゃそれ受けて、はい、それいただいていや、確かにあのゴルフの時はちょっと出しゃばりすぎましたね、出しゃばってないから、あの、なんか別の話で言ったあ、今出しゃばったから、僕今ちょっとあの自信、自信過剰だった、自信過剰だったいや、ゴルフに関しては自信があったんですうん、あ、そうだったね、 あったんですけど、ちょっとあの時だけっていうことにしてじゃあちょっとまた今度行こう、次回の時はもう80代、おー、言ったね、はい、今日も最近決まってきたんで練習します、言うね、もう大丈夫です、言うね、もう大丈夫です、わかりました、期待してます、ヤスピーはどうですか、そうですね、いや、ちょっとそうなんですよ、やっぱで陰でサポートするつもりがなぜかちょっと出しゃばっちゃうっていうのはあって、まあでもそれもちょっと一個強いて言うならば、塩田さんが思った以上にバドミントン以外がちょっと微妙なところがありまして、スポーツにそれでなんかどうするかみたいなので、なんかこうちょっと頭がテンパっていっちゃうみたいな、あら、私のせいだ、いや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 、一個それ聞きたいのが、塩田さんってなんか中高とかの時とかって他のスポーツとかどんな感じですか、私のことさ、すごいなんか運動神経悪いみたいなチャンネルでもそれ扱いするじゃん、オリンピアンとかだね、いや、バドミントン本当にすごいです、目の前で見てて、バドはね、そうです、他とかなんかたまたまできないものが続いてるのか、いや、そうよ、中高とかの体育とかどうなったのかなっていうのが、5だわ体育は全部5だわマラソン大会でも一番だったわ、あ、そうですか、そうだけど、なんか本当に苦手なのが続いてんだね、はい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 、っていう、まあでもずっと続いてるよね、そうですね、まあ、ボクシングは良かったです、あ、確かにね、あれも良かったでしょ、あ、そうですね、そう、だから門を使うのは割と得意だったりするんですけど、うん、体幹がね、なんか体操とか飛び込みとか、まあ、ほんと下手れだったよね、おかしいな、確かにフェンシングとかもすごい上手でした、ね、フォーム良かったよね、はい、フォームめちゃくちゃ綺麗で、そうそうそう、あ、じゃあやっぱほんとたまたまっていう、ほんとたまたま結局そうそう、似てるって話になってたんですか、何しました、こう2人が似てるっていうか、結局たまたまこの時できたみたいな、ほんと確かに、確かにそうですね、ほんと今同じ匂いがしてます、嘘、本当今、ほんと、でも、あの、自信があるとは言ってないもんね、あ、言ってたっけ、あ、いつも自信はあったんだ、翔太さんも増島さんも、堀君からは何ですか、そういう言いたいこととか、いや、本当にお伝えしたいこと、お伝えしたいこと、いや、本当に悪いことはないんですよ、でも、あの、自分の中で収めておきたいことはあるんで、これただ P になっちゃうんで、あれ、何それ、言うね、自分の心の中でそこはちょっと収めさせていただきたい、ちょっと怖い、いや、P 入れるんで言ってください、何何、え、時々、こう、翔太さん車乗ってる時にこう食べたりするご飯とか、あのお菓子だったりとか、はい、で結構その散乱しちゃうで、
いや、一回それで自分後ろ見ずにそのまま出ちゃって、で次そのまま車乗って、まあ別のタレントさんを乗せたんですよ。そしたら、堀さんこれ何ですかみたいな。誰が乗ったんですかみたいな。で、あ、でパッと見たら結構おかしいサンダル。あ、お菓子、あの時はお菓子じゃないよ、お菓子じゃない、土です、土、土がもうすごくて、多分その前に多分その土が、はい、どこを歩いたんだっていうぐらい汚れてたんだよね、はい、すっごい汚れてて、でも、それは堀くんがちゃんとこうちょんちょんちょんってやってよっていう、いつもならあの結構チェックしてこう手払ったりするんですよあれまたちょっと言い訳ですか手術で落ちてるゴミとかは拾ったりするんですよ除菌シートで、あの時はちょうどバタバタしててあの時はちょうどバタバタしてでも私ね、本当堀くんに聞きたかったのがね、はい、この間その、あの旦那さんの車に乗ってて、はいはいはい、火曜日だったんだよね、はい、で火曜日さ、すごい早朝じゃん、はい、だから昼間に気絶するんだよね、はい、車乗るともう眠くて、はい、で、その目的地まですごい寝たの、はい、で私はすごい気持ちよくて、はい、そしたらその夫にいびきマジすごかったよって言われて、はい、そしたらもうツンツンってやってよみたいな、でいやもうそんな気持ちよさそうに寝てるから、はい、もうしょうがないよ、それは朝も早かったんだし疲れてんだねみたいな感じで終わったんだけど、なんかそれを聞いた時に私車の中ですごいいびきかいて寝てんだって思ったの、はいはいはい、だから堀くんも本当は私がすごいいびきかいて寝てたりとかするじゃんよく、はい、だから本当は思ってたんじゃないかって、いや、本当に一回もないです。本当？なんかスーって言ってるだけですよ、うん、ガーって言ったことはない、一回もないですね、よかった、それはないです、だから新幹線の中とか、はい、飛行機の中とか一般のお客さんやるすごい心配になって、はい、だから堀くんにいつか聞こうって思ってたけど、大丈夫、本当に多分旦那さんだから安心して熟睡できてるっていう可能性も、いやいや堀くんのいつも熟睡して熟睡しますいやでも人気はないですね、本当によかった、響かいならツンツンってやってね、全然そんなピーとかのレベルじゃないから、そうなんですよ、ちょっとあのカメラもあったんで大げさにしちゃう、結局言わないから本当のやつ、本当のやつ、なんかやばいことあったっけなみたいな、本当にないね、やばいことは、それぐらいです、本当にたまに車が汚れる容赦に容赦に、すいません、綺麗にします、いやいや、とんでもないです、はい、そのためですよねそのためっていうのはなんか、これ多分例を言うと全然これ多分関係ないと思う、例えばあの小学校の時にクレヨンでよく使ったじゃないですか、クレヨン、はい、で、こうガーガーって書いて、で、新しいのを買うじゃないですか、クレヨン、うん、で、なんかそれ使うのがもったいないみたいなことを聞いてて、ずっとで、結局小学校の間ずっとその古いやつを本当にもう使って、うんうん、結局新しいの使わないままなんですよ、うんうん、だったら使った方がいいじゃんって、うん、っていうのをちょっと待って、どういう例えですか、いや、違う車もずっと綺麗なままだとダメじゃん、それは車でもずっと綺麗なままでいいじゃん、いや、汚さないとやっぱなんかずっとやっぱ新品のままというか綺麗なままでいると車も嫌だと思うんですよ汚したりするのが綺麗です、繰り返しだと思うんで、そうだ、はい、いや、すっごい真逆の例えかと思ういや、いい例えが出てこなかったです本当にいい面はたくさんあって、いろんな相談乗ってもらったり、あといろんなご飯振る舞ってくれたり、はい、本当に美味しくて、まあ、一緒にいる時間長いからね、そうですね、はい、増島さんとはこう、まあ、結構結婚されても長いじゃないですか、うん、最初付き合い始めた時って増島さんのどこが良くて付き合ったんですかめちゃめちゃこれを気に聞いてみますけど、はい、でもなんかね高め合えるみたいなのはすごいあって、結構こう自分の、まあ、自分同じアスリートだけど自分にない考えだったりとか自分にないものを持ってるなっていうのがあって、だからなんかそこも、まあ、尊敬できるっていうところもあったよね、なんかそれで真面目に答えちゃったまあでもやっぱ最初の頃と今とってまた形が全然違うから、まあ、より本当になんかこうお互いが本当に今いい意味でこう本当になんかなんかパートナーっていうか育成されてきたなっていうのは感じるかな、だから結婚当初とはまた全然違うっていうか、よりすごいこうあすごいなって思う部分とか、あの助けてもらう部分とかがあるなっていう感じかな、うん、割とやっぱ出会った時からなんとなくこうビビッとくるものってあったんですか最初、はい、あったあったんですね、うん、ありました、ありました、こ
これはなんか、そうそうそう、五個が差して見えたんだよね。あ、そうなんですね。へー、すごい。キラーンみたいな。そう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 。結婚したいんだもんね。結婚したいですね。ね。いい人がいたらねっていつも話してる。いや、そういう話ですもん。相談の友達。そう。あの、まさにここにいるあの、私の大先輩に相談しているんですよ。ボスね。ボス。ボス。はい、でも、ビッグボス。いや、ボスもすごい、あの、私がその女性とメールしている、その、LINE の本文を、添削してもらった。そうなの。それですごい褒められたんですよ。これこの文章めちゃくちゃいいじゃん。でそれだ。で俺間違ってなかったんだなって。結構いろんな履歴をちょっと見てもらって、あ、いいじゃん堀くんみたいな。じゃあ俺のやり方まず結構可愛いのしか使ったりするんですよ。でちょっとお金払ってこうスタンプ買ったりして。ああなるほど。結構その絵文字って大事じゃないですか。表現するために。それで、はい、一度褒められたんで、なんかしてること、本当中学の女子ピュアなんですね。そう、っていう会話をね、車中でよくやってるよくやってるんだからね。そんな中、私でお送りしてると思う。はい、もう本当に支えてもらってます。まあちょっとね、今なんか本当ドキドキしたからね、堀くんの。こっちもすっごいドキドキなんで堀井さんがドキドキするんですか。なんか言われる方が、まあ、なんか言われるんじゃないかっていう、ね、それは確かにありました、ね。まあ、ちょっと緊張感ありましたけど、まあまあ喧嘩せずにね、あの、仲良くできたらよかったでしょう。いや、まあでもね、引き続き、サポートよろしくお願いします。いいですか、こんな感じで終われて、もう言うことありませんか。ここではない、今、ここではない、後からある。大丈夫ですか。実はもう一個、あ、なにでもそれはちょっとまたピーな感じ。何それ。後ほど。焦るな。出されたことないんでしょ。そうですね。わかりました。はい、まあ、ではまあ、チャンネル登録と、そして、まあ、高評価、グッドボタンも忘れずに、皆さんよろしくお願いします。ちなみにですね、私個人的にも、マスシマケチャンネルという、まあね、ヤスピーがメインにやってもらってるチャンネルもあるので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。